こんにちは、の久保です、えー、もうね十数年前のことになると思うんですけどもね33歳ぐらいだったかなだったんですけども、まあ、島根県警にね、あのー、広島県警と合同捜索本部を立てられまして内定調査3か月以上食らったあげく自宅にね家宅捜査に入って、まあ、お縄になりましたね。あのー、両腕に冷たい手錠が カチャンと刺さったのを覚えてますけども私たちは全く覚えがなくってまっとうに商売をしていたはずだったんですけどねまあけどライバル会社に色々とやっかまれたのとやっぱり私も甘かったんでしょうねいろんな意味でうんあのー、逮捕状が出てで結局は内定捜査した刑事さんはもう上がってきたような疑いは全くないということをずっと内定しながらね 見ていいたらしいんですよで私もね仕事をしながらね人に付けられてる感はあったんですけどもまさか自分がねそんなね危ない目に遭ってると思わないんで気になりながらも、まあ、商売一生懸命ししてましたね、まあ、常に誠実に訪問販売お客様は神様ですみたいな感じでやってたんで、まあ、暴言を吐くこともないし強引な営業することもないし一つ一つ誠実にやっていたわけなんですけどもまあけどね あの片方から見るとそうではないような私がいたのかもしれません結局どれだけ取り調べても無罪は無罪なんで疑いが晴れてまあ牢屋から出てくることになったんですがうんまあ1か月近くね拘留を受けてましてそこで私のね商売は終わりましたねその会社は潰れてしまいましたでそうなんですよ島根県の 増田市というねここから見るとかなり遠いところにずっとね捉えられていたんですけどもうちの両親がね毎日のように面会に来てくれて励ましてくれましたね。で私もねやっぱりこう何ですかね罪を認めると狩りを5万円で出れたようなねそんなね軽い疑いだったんですけども、まあ、弁護士をつけて望、えー、んだのは。 やってもなないことなんかね失敗してそれが罪だと言われるんだったら仕方がないけども意図して誰かを騙してねお金をこう稼ぎ続けてきた騙し取り続けてきたというのは商売人としてはちょっとね全然感でできないないと思うんですよ商売の失敗で追及されてそれが罪になるんだったら仕方がないですけども泥棒呼ばわりされたらねいや私は泥棒じゃなくて商売人だと商売人としてのミスはあるけども泥棒に転職はしていないと。 いうことですよ、ね、まあそんな感じで今でも同じような気持ちで誰かの勘違いでお金を払ってもらうっていう気はさらさらないんですよですからいまだに銀行振り込みですねまずは YouTube を見てしかも1回2回じゃなくてずっと見てね興味関心そして信頼を頂い,いて私の販売する商品、まあ、主には速価塾ですけどもこちらの方にお問い合わせを頂い,いてお問い合わせに対して私は 参加概要をお送りしてその参加概要も結構長いですからねそれを読んでいただいてプラス銀行まで行ってよっちらよっちらほいっ,って言ってからね現金を入れないといけないというね、まあ、つまりノリで深夜にねパパッと決済するのを避け,避けてるわけなんですよ、まあ、そういう勘違いじゃなくて完全に自分で冷静な時に選んで、えー、そして現生をね掴んで送金するとで送金した時もちゃんと社名を取って私の方にメールで送るとかね さらに30万円の頭金3万円払い OK みたいなことをしていて20305060にですねうっかり入金をなくしてるわけなんですよねその時の体験がいっていますだからまあ堂々と商売もできるしそれでもそっか塾が入ってみて気に入らなかったっていうのはこれは私のねまあ落ち度もあるかもしれませんけどもやっぱり入る前によく見ないとダメですよってことにもなるんですよね、まあ、よくね 高校とかに入って校則が厳しいとか言う人いますけども、高校に入る前に校則ぐらいは調べといてください。中学はまあしょうがないと思いますけどねで。私はだから今、キンダーガーデンのところに山和くん行かしてますけども、きちんとそのキンダーガーデンのことを調べてね、将来的な展望も見て、で、この資産的なものもちゃんとね、見てですね、代表者がどういうゆかりがあるのかとか、地域にどのぐらい信頼されてるのか。 こういう裏付けを持ってですねそれでも失敗することがあるわけですからでも取れるだけ取る裏付けにやっぱりね責任をちゃんと持っていきたいなってところありますねだからね多くの方がお勤めになっている会社もただ初任給がいくらとかねなんか福利厚生がどうとかっていうのだけを見るんじゃなくって自分が入ることによってどのぐらいこの会社はパワーアップできるかなっていう風うに見ていくわけなんですよ 自分が入って給料もらって「はいちゃんちゃん」じゃなくていや自分が入ることによって今までにはない会社の方向性とか形が見えるようになるんだよなかろうかというふうにミッションを打ち立てるような気がするんですけどもね私の場合だからどっかに会社に入るとしたらインターネット部門がもう大拡充されると思います少なくとも日々こうやって YouTube で会社や商品や会社の中の魅力的な人を特集して紹介しますね で他社とのコラボとかね取引先とのコラボっていうのも積極的にやってマーケットに切り込んでいくことでしょうだから今お勤めの方は私ね羨ましいところがありますその会社のインターネット部門を作ってそしてアクセスを集めればそっから売り上げも出るしその売り上げの中から自分の給料を決めるまさにインターネット IT 部部長っていうものがねすぐにでもできると思うんですよ、ね、特にちょっと IT の導入が遅れてる会社に関してはものすごくいいんじゃないですか IT 補助金もありますから最初は自分の給料をね例えば560万に設定して IT 補助金からその給料を出してもらえばいいわけですから、ね、いきなり報酬アップですよまあそういう風なここを使っていくことを自分の冴えないサラリーマン暮らしもね冴えないと思っているサラリーマン暮らしもいきなりトップクラスに躍り出ることができるそんな羨ましい時代なんじゃないですかまあそういう社員がいると会社ってのはものすごく 万弱になりますよ、ねまあ今はね IT が活用できてないんでどの会社も脆弱で潰れるか潰れないかみたいな状態なんですよ IT を活用してください一人でもこれだけいけるようになるわけですからじゃあ IT を活用した会社が出来上がって社員10人のところ全員 IT が使えるいや全員じゃなくてもね一人でもいいんですよ一人でも IT が使えるとなるとどれだけその会社っていうのはマーケットに切り込むことができるのかってことですよねどんな会社も例外なくですから コストがダウンしてそして多くの人に認知されるそのど真ん中にある道がインターネットですからね活用してみることをおすすめします。いっってらっしゃい